日本東京都世田谷区北沢地域、桜上水桜上水は、東京都世田谷区の地名。現行行政地名は、桜上水1丁目から桜上水5丁目。郵便番号は156-0045。東に赤包、南に、宮坂、京道、船橋、西に上北沢、北に、杉並区下高井戸に接する。主に住宅地として利用される。 住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、桜浄水5から40から10の地点で52万1000円、平方メートルとなっている。もともと、江原郡上北沢村の一部で、松原村との合併による、松沢村、編入、東京市、世田谷区への編入等を経て、1967年の住居表示実施の際、 上北沢より分離して成立し、現在の形になった。世田谷区にご総合支所が設置されるに際して、上北沢が、カラス山地域に含まれたのに対して、北沢地域に含まれた。駅の北側に流れる玉川上水の包みに、桜並木があったことから名付けられた、桜上水駅周辺の地域であることから、玉川上水は、杉並区下高い湖付近を流れており、 当地区内を流れる区間はない。この地名は完全に駅名に由来するものである。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道駅は北部に京王線、桜上水駅が設置されている。なお、桜上水一丁目東南部では、 小田急小田原線共同駅の方が近い場合もある。電子楽器メーカーコリグ発祥の地である。桜上水5丁目では現在、老朽化した都営住宅、上北沢アパートの建て替え計画が進んでいる。桜上水4丁目に位置する高団桜上水団地は、1984年に第1回世田谷界隈賞を受賞している。 中層階段室型住棟17棟で構成され、日本住宅公団分譲以来40年以上の、歳月をたくの保存樹木96本を含む、大小樹木5000本以上の深い緑に包まれた、完成な団地住宅であったが、老朽化した公団を、野村不動産と三井不動産が、共同建て替えを行い、グッドデザイン賞を受賞した、桜上水ガーデンズとして生まれ変わった。 ありがとうございます。